はい、皆さんこんにちは、エステ王子です。今回はつい買ってしまいたくなる会話の実例についてお伝えしていきたいと思います。このチャンネルではですね、エステ王子のサロン経営ノウハウ、カウンセリングのテクニック、物販、それからリピーターの作り方などね、ご紹介しております。それからですね、エステ王子の日本一のエステテクニックもご紹介しておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、ということで今回はですね、つい買ってしまいたくなる、これがキーワードです。まあ、例えばですね、ついつい買ってしまうとかですね、なぜか買っちゃったとか、こういった経験がね、おそらくご覧いただいている方、あなたにもね、そういったことがあるんではないかと思います。例えばですけれども、スーパーに行ってみたとか、洋服を買いに行ってみた、ね、こういった時についつい起こることなんですね。例えばね、スーパーに行った時に、まあ、買い物してる時になんとなくね、売れてる商品があった時についつい買ってしまうとかですね、たくさんね、売れていてリピートしているっていう商品があると、ついね、一回試したくなるみたいな経験が多分あると思います。ね、洋服屋さんに行ってもたくさん売れてる商品、洋服だったりすると人気商品なんじゃないかということで、つい買ってしまうとかですね、そういったこと、おそらく皆さんもご経験されたことがあるんじゃないかなと思います。こういうのはですね、いわゆるこう同調傾向とかっていうね、心理があるんですけれども、同調傾向っていう話なんですけれども、例えばみんなが持っているとかですね、みんな使っているみたいな風に、そういうのが分かるとですね、自分もそれが欲しくなるっていうですね、まあ心理って働くと。でこれはですね、人っていうのは基本的には人と外れたことをしたくないとか、自分だけなんか違うことをやっているのが嫌だとか、なんかそういった気持ちでは必ずあるんですね。これはですね、人はですね、大勢の大多数のですね、意見に影響されてしまうっていう心理があるからなんですね。なのでこの辺の心理をしっかりと活用した上で、しっかりとね、まあ、会話を進めていくことによって、つい買ってしまうっていうことが起こるわけなんですね。はい、なのでここをね、しっかり本当活用していかないと、逆にですね、本当は売れるはずなのに売れないとかね、こういったことが起こりますので、これをね、本当覚えていただけたら、今まで以上に物販が出たりとかすると思いますので、ぜひね、活用していただきたいと思います。まあ、なので例えばトーク、ね、会話の中でもそうですけれども、サロンの中で言うと、例えばポップを作るときに必ずこういったことを載せて貼るとかですね、それからセールストークの中に必ず入れ込む、それからホームケアアドバイスに使っていくなんていうこともできます。はい、ではですね、どんな言葉かっていう話なんですね。これはね、非常に簡単なんですけれども、でもすごく効果があるっていうことなんですね。じゃあまずですね、どんなことかっていうと、この商品みんな使ってますよっていうこの言葉、それからですね、サロンのお客様の9割の方がこちらの商品を活用してくださってますとかですね、40代の女性の方の8割とか9割の方がリピートしてくれていますみたいなトークになるってことですね。みんな使っている、大勢の人が活用している、たくさんの人がリピートしているっていうことをしっかりと伝えるということですね。これがですね、みんな使ってるからいいものなんじゃないか、私も買わなかったら損だなとか、私も買った方がいいんじゃないかっていう風な心理にさせてしまうということなんですね。なのでついついその商品を選びやすくなってしまうということなんですね。なのでみんな使ってるとか、9割の方がリピートしている、この商品が大人気、ね、多くの方に活用されています、こういったね、言葉をしっかりと使った上でセールス、いわゆるご提案をしていくということがすごくね、大事になってきます。まあこのようなね、言葉をしっかりと活用することによって、物販がね、どんどん売れていったりだとか、お客様がね、ポップに書いてあると、ね、欲しくなってしまうっていうようなことが起こりますので、ぜひね、今回の言葉を活用していただきたいと思います。はい、ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。つい買ってしまいたくなる、これなんですね。ここの心理に対してどうね、ご提案できるかっていうのが実はすごく重要なポイントです。はい、何度もねお伝えしますけど、みんな使ってる、たくさんの方が、9割の方がっていうような言葉を使いながらご提案してみてくださいということです。はい、ということで YouTube ではですね、こういったカウンセリングだとかセールストーク、こういったことをたくさんねご紹介させていただいておりますけれども、実はですね、エステ王子のカウンセリング完全マスターオンライン講座っていうのをねやらせていただいております。これは何かというとですね、1年間を通してエステ王子のカウンセリングをマスターしていただく、ね、こういった講座になっております。内容はですね、毎週ですね1本の動画が送られてきて、
1年間で48本の動画を見ていただきます。毎回ですね、実践できるような内容をお伝えしておりますので、それを、翌週までにね、実践していただいて、それをずっと繰り返していくと、こういった内容になっております。コミュニケーションの取り方、信頼の取り方、それからですね、心理学、そしてセールストーク、ね、プレゼン資料の作り方、プロフィールの作り方、それから状況別、場面別でですね、具体的なトークの事例、こういったものをね、入れております。それからですね、クロージングのテクニック、欧州話法ね、こういったものも盛りだくさんでね、やっておりますので、ぜひね、カウンセリングを本気で学びたい、もっとですね、カウンセリングのスキルを向上させたいという方は、ぜひね、このオンライン講座にね、チャレンジしていただきたい。思っております。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ぜひね、今回の動画で何か質問とか感想があればぜひねコメント欄にお願いいたします。それからですね、これからねもっとたくさんのね YouTube ためになるような動画をねアップしていきたいと思いますので、お見逃しないようにチャンネル登録をお願いいたします。ということでまたお会いしましょう。